注意事項ね。問題はないかしら？それじゃあ、ゆっくりしていってね。あらあら、何か落ちているわね。って、これ赤ちゃんじゃない？私、こんな子作ったっけ？この赤子、人間ですよ。作った覚えがなくて当然かと。しかしなぜ、人間の赤子がこんなところに？おや、おくるみ日臭が、マーガトロイド？名前かしら。状況から察するに、捨て子でしょうか。あらあ、可愛い恐竜もいたものね。違います。捨てられた子供という意味です。もう、冗談よ冗談。ゆめこちゃんは相変わらずね。けれど、人間がわざわざ魔界に子供を捨てに来たとも思えないし、何か面白い経緯がありそうね。ちょうど面白いことを探していたところだし、私の子供として一から育ててみようかしら。よろしいのですか？人間の赤子は非常に脆く、育てるのはかなり難儀だと聞きますが。そうなの？じゃあ全部ゆめこちゃんに任せるわ。あなたはこの子のお姉ちゃんになりなさい。お姉ちゃんですか？よろしくね。まあ気負わないで、死んだら死んだで構わないわ。この子は今、魔界において唯一私の作品ではない存在。私にはこの子がどの程度の存在で、どんな風に成長していくのか想像もできない。そこに少しだけ興味がある。ただそれだけの暇つぶしだから。ごちそうさまでした。うん、聞き死に勝る絶品だったわ。おかげでいい夜になった。ありがとね、可愛い看板娘さん。あら、私の顔に何かついてる？あ、いえ、すみません。ものすごく綺麗というか優雅というか、あまりにも上品にお召し上がりになっていたので、恐縮ですと言いますか、見とれてしまったと言いますか、私の料理がまるで高級料亭のそれになったみたいで、ものっそいこう、なんていうかこう、すごくムラムラしました。あはは、ムラムラとは激しい感情が湧き上がる様子を表現した擬音語であり、スケベな意味とは限りませんが、スケベな意味じゃないとも限りません。うん、まあ、その、この手の礼儀作法にはうるさい身内がいたもので、こんなことで喜んでもらえるなら、私としても嬉しいことだわ。いやー、あの優雅さ、憧れるなー。私なんかご飯のたびにがっついちゃって、自分でももっと上品に、と心がけてはいるつもりなんですが、お腹ペコでご飯を目の前にすると私の中のビーストが覚醒してしまうというか。あら、意外と食いしん坊なのね。可愛らしくていいんじゃない？日常の食卓は当然ながら食事の場、所作を見せる劇場ではないのだから、そこまで気にすることでもないでしょう？不衛生な行為だけはしないよう注意していれば十分だと思うけれど、でもまあ、そうね、適度になら、そういうところにも美意識を持つのは悪いことではないし、自分では我慢が効かないというなら、まずは誰かの手を借りてみてはどう？最初はそばから注意してもらって、徐々に一人でもできるようになればいいのよ。もし私で良ければ今度付き合うわよ。いいんですか？最高のディナーのお礼も兼ねて。やったー、よろしくお願いします。ふう、素敵なお店だったわ。店員さんもいい子で居心地も良し、礼儀作法を教える約束もしたし、これからも通わせてもらおうかしら。それにしても、私が教える側か。昔は毎日ゆめこにくどくど言われてたのに、随分とまあ、私も立派になったものねー。うっふ、我が子の成長は嬉しいものねー。しかしママは時々思うのです。あの頃のミニデムニデキュートな我が子も恋しいなーと。お母様、なんで人間界に？勘違いしないで愛しのマイソウルベイビー。今のあなたに不満があるわけではないの。しかしママとは強欲な生き物なのです。今のあなたもあの頃のあなたも同時にめでとう思う所存でございます。頭が追いつかねえ。というわけでママはとある魔法を開発したのでした。いやこのまま話を進めないで、さっきから言葉のミサイルを打ち込まれるばかりで会話になってない。マジで何がどうしてお母様がこんなところにいるの？あんた一応魔界の神様でしょ？理由なんて単純明快。今とあの頃を結びあなたをめでることができる。そんなとても特別な魔法が完成したからです。というわけでママの愛を喰らえ。おらー、肉体催眠魔法よ。それ何の魔法？意識が。っていうか、あの頃の私って、何？私は魔界の創造主、魔界にある全てを作り出したたくましい母であり、神でもある。その気になれば、新たな魔界人として理想のアリスちゃんを作り出すこともできる。けれど、それではダメなのよ。私が想像する理想のアリスちゃんは、私が想像できる理想のアリスちゃんを超えられない。かつて私では想像すらできなかった可愛いをたくさんくれたあなたには届かない。あなたは魔人の権能をもってしてもたどり着けない領域にいる存在なのよ。そうですか。それでどうして私がこうなるの？もろもろ私にもわかるように説明して、まずあの肉体催眠魔法って何？その名の通り、肉体にだけ作用する催眠魔法よ。あなたの肉体にだけ催眠をかけ、精神はそのまま肉体年齢を幼児対抗させたの。一体どうしてそんなことを？最初はあの頃のあなたを新しく作ろうと思ったのだけど、先に話した通り、私ではあなたを超えるあなたを作れない。だからこの魔法を作った。あの頃のあなたの肉体に、今のあなたの精神、
これで、あの頃のあなたと今のあなたを同時にめでることができるという寸法よ。ちなみに思いついてから魔法が完成するまで20秒もかかったわ。相変わらず思いつきでろくでもないものを作ってるわね。とにかく、さっさと私を元に戻して。もちろん、後で戻してあげるわよ。さあ、ママのお膝に乗って、まずは一緒に絵本を読みましょうねー。くそ、これ逃げられないパターンだ。はあ、お昼寝タイムがあって助かった。お母様を先に寝かしつけて脱出成功。魔人相手だろうと私は抵抗してみせるけれど、さすがといったところね。肉体催眠魔法全然解除できる気がしない。しかもこの体、社食の魔法を習得する前に戻ってる。お腹が空いた。これじゃ魔法の解析に集中できないわ。あら、アリス久しぶりね。え、ゆめこ、随分と可愛い反応をしてくれるじゃない。って、あら、なんだかあなた、小さくなってない？疑問形にする余地ある？まあ、そんなことよりも顔色が良くないみたいだけど大丈夫？いや、顔色なんかより優先すべきでしょ、このボディ。どう見ても異常事態じゃんね、これ。仮にも妹みたいな存在が謎に幼女化してるんだから持っとこう。ああ、わかった。お腹が空いているのね。ああ、そうだった。こいつもお母様と同類だったわ。私の話を聞け。というか、よく顔色だけでお腹が空いてるってわかったわね。なんとなくよ。さて、ちょうどいいわ。私も軽食を取ろうと思っていたところなの。こっちに来て、一緒に食べましょう。ちょっと、せめて返事は聞きなさいよ。ゆめこか、正直こいつ苦手なのよね。昔からやたらと私に厳しくて、ちょっとしたことですぐ説教を始めるし、私がお母様に甘やかされていると、めっちゃ怖い顔で睨んできたり。でも、この状況は背に腹か。簡単なものばかりで申し訳ないけど、今はこれで我慢してちょうだいね。あなたの好物はいちいち、用意するのに時間がかかるんだから、次は事前に連絡してから来てよね。はいはい、贅沢ものでごめんなさいね。で、このお皿とスプーン、私が子供の頃にお気に入りで使ってたやつじゃない。魔力で加工した痕跡。わざわざ魔法で当時のまま保存してたのか。そうまでして残しておくようなものでもないでしょうに。なんとなくよ。それよりも、アリス、食事を運んでもらったらお礼を言う。何度も何度も教えたことでしょう。あう、油断してた。気をつけるわ、ありがとう。素直でよろしい。けれど、あなたは成長しないわね。だから体も縮むのよ。んなわけあるか。っていうか、今のは油断しただけだし、私はもう立派な大人なのよ。食卓での礼儀作法について教えを壊れるくらいには成長しているわ。へえ、あなたが教える側に。ふふ、そうなのね。では、さっきの言葉は撤回するわ。早とちりをしてしまってごめんなさい。すごいじゃない、アリス。ふ、そうよ、私の成長に感心しなさい。では、その立派なお姉さんなところを私にも見せていただけるかしら？いいでしょう。さあ、その目をかっ開いて、私が食べるとこ見ててよ。ええ、ちゃんと見てるわよ。ふい、美味しかった。あ、やっべ、ごちそうさまでした。お粗末さまでした。どうだった？そうね、少し怪しいところはあったけれど、作り手としては見ていて嬉しい反応だったし、おまけして、よくできました。花丸をあげましょう。よっしゃー。と、また油断するところだった。食べた後は食器のお片付けっと。ねえゆめこ、私が子供の頃に使ってた踏み台は、今の体じゃ、あれがないと流し台に手が届かないわ。って、いや、さすがにもう処分してるか。食器とかと違ってあんな大きいの邪魔だし。ちゃんと保管しているけど。なんで保管してるのよ。なんとなくよ。今取ってくるから少し待っていて。てか、こんな体になってる私にしっかり食器洗いまでさせるのね。そこはもう台は処分したことにして、私にはゆっくりさせてくれてもよくない？ほんとあいつは厳しいというか、融通が効かないというかなんというか。でも、そのおかげ、なのよねー。お待たせ。さあ一緒に洗い物の時間よ。で、どうしたの？なんとも言えない表情になってるけど。なんか、認めたくないんだけど、あんたに厳しくしつけられたことって、どれも生きていく上で役に立ってるなーって。あの居酒屋の子と仲良くなれたのも、あんたが教えてくれた礼儀作法のおかげだし、思い返せば他にも色々、いわゆる、育ちの良さで得をした覚えが結構あるわ。何を言い出すかと思えば、そんなの当たり前のことでしょう。当たり前？私はあなたのお姉ちゃんなのよ。あなたの面倒を見ることになってから、人間たちの家族関係について勉強したわ。親や姉、すなわち保護者という存在は、子供が独り立ちした時に困らないよう導くもの。しかし親を名乗る神父様があなたを甘やかすばかりだったから、姉である私がしっかりあなたをしつけた。決して礼儀知らずなポンコツ姫にならないように。世の中、礼節を重んじていれば誰かに軽んじられることはほとんどないわ。つまり、私の教えがあなたの生涯において役立つのは当然。むしろそうでなくては、お姉ちゃんとしての面目が丸つぶれじゃない。何その顔。まあ、そうね。姉
ありがとうございます。どういたしまして。ちょ、小声で言ってんだからそこは察して聞こえなかったふりをしなさいよ。なんでちょっと怒ってるのよ。もういい。さっさとその踏み台をよこせ僕年人。こら、誰かに物を借りるときはお礼からでしょ。さっき言ったじゃん。聞こえなかったふりをしろ、と言ったのはあなたじゃないの。ああ、もうマジでこのすっとこどっこい。ありがとうございます。どういたしまして。元に戻れたというのに、なんだかとても不機嫌そうね。怖い夢でも見てしまったの？むしろここ最近じゃ一番の快眠だったわよ。情けない。肉体催眠魔法を解くため集中して解析を進めていたはずなのに、まさか寝起きしてしまうなんて。子供の体で神秘様の遊び相手を務め、疲れ切ったところにご飯を食べてお腹を満たし、私のお手伝いで程よく腹ごなし。まあ、眠くなるのが自然でしょう。いや、あんたはあんたで起こしなさいよ。何ご丁寧にベッドに運んでしっかりタオルケットまでかけてくれちゃってんの？てか、このタオルケットも小さい頃の私が肌身離さなかったやつ。カリクセでできたほつれとか残ってるし、よだれシミの形に色落ちしててすごくはずい。これなんでこんなものまで残してんのよ。なんとなくよ。しかも私が寝てる間にあんたが魔法を解析して解除までしちゃって、何から何まで本当にありがとうございました。どういたしまして。それでどうするの？今日泊まっていくのなら相応の用意をしてくるけれど。あ、いや、人間界に戻るわ。疲れは不思議なくらい取れてるけど、少し一人の時間を作って落ち着きたいの。そう、わかったわ。気をつけていってらっしゃい。それから、たまにはあなたの方から顔を見せに来なさい。今回の神秘様の暴走もおそらく、あなたが全然里帰りしないことが原因よ。あなたが顔を見せるだけで神秘様はとてもお喜びになる。親孝行と考えれば安いことでしょう。お母様が喜ぶ、ねえ。あんたはどうなの？に？私？もちろん、私も喜ぶわよ。それがどうかしたの？はぁ、あ。わかったわこれ。あんたとのすれ違いはあの頃の私がバカだったのも多少はあるけれど、あんたは大体一言足りない。もっと思ったことを口に出しなさいよ。必要な情報は過不足なくしっかり伝えているつもりだけど。必要性なんて必要ないの。必要性のない情報に何の意味が？それは私が知りたいから、だけど。なるほど、それは確かに、必要かどうかの話じゃないわね。それじゃあ、当たり前のことだからこれも言う必要はないと思っていたけれど、アリス、今日は久しぶりにあなたと過ごせて、とても楽しかったわ。また一緒に、ご飯を食べましょうね。うん、その反応はどういう感情なの？うるさいこの当変僕、今日は一旦行くけど明日は泊まりに来るから首洗って待ってろ。そう、じゃあまた明日、楽しみに待っているわね。うん、やあ、解説担当のカッパだよ。ゆっくり茶番劇で学ぶ世界のことわざ。茶番劇部分は楽しんでもらえたかな？今回のピックアップことわざはこちら。キエンビアン、シャティビアン。オフランスのことわざだね。ざっくり訳すと、しっかり愛するものは、ちゃんと罰する。ってところかな？ことわざとしての意味は割とそのまんま。十分に愛しているなら、十分に厳しくしなさい。経験の偏りは知識の不足や認識の歪みとして現れる。それは生きる上で何かしらの弊害になりかねない。子供や若者の未来を思うなら、厳しく辛い経験も過不足なく与えるべきだ。要するに、可愛い子には旅をさせよ、だね。子供を一生自立させず庇護するつもりなら、まあ甘やかして育てるだけで問題はないかもね。あらゆる弊害を保護者が取り除く。神秘さんは多分この方針だったんだろう。ゆめ子さんもきっと、アリスにはそばにいて欲しかっただろうけど、アリスが将来、自立するかしないかを自分で選べるようにすべきだと考えたようだね。だから、どこに出しても最低限の交流ができるよう、他者を不快にさせない礼儀作法の類はしっかり叩き込んだ。神秘さんとゆめ子さん、教育方針に違いはあれど、どっちもアリスのことが大好きなのは同じだね。ご視聴、ありがとうございました。